結晶状理論。結晶場理論とは、金属イオンのフォーミュラ1軌道、フォーミュラ2軌道、フォーミュラ3軌道などのエネルギー順位の分裂を、位子の持つ、不電下が作る、静電場によって説明する論。結晶中に置いてあるイオンの位置に、他のイオンが作る、静電場の総和を結晶状という。例えば金属錯体の場合は、位子の不電下が、 中心金属イオンの位置に作る、静電状の相和を同様に結晶状と呼ぶ。自由イオンにおいて、軌道のエネルギーが縮退していたとしても、結晶状が働くことで縮退が解けて分裂する。この分裂を結晶状分裂と言い、分裂した順位を、シュタルク順位という。例えば金属錯体においては結晶状によって、フォーミュラに軌道の縮退が解けることで間での電子繊維、 フフォーミュラフォーーミミュュララ2 2000による、る。吸収スペクトルが観測できるこの縮体が解ける原因を灰イイシの持つ不殿下が作る静電状に求めるのが結晶状理論である。結晶状による電子のポテンシャルエネルギーフォーミュラ7は次のように表される。ここで i は電子の番号、j は周囲の原子やイオンの番号で、q はその電荷である。 これを節度をとみなして、ハミルトニアンの固有値問題を解くことを考える。そのためには、フォーミュラ7を、9面調和関数フォーミュラ10を用いて、次のように書き換えると便利である。この A を、結晶上パラメータという。一般に結晶上の対称性のために、独立な結晶上パラメータの数は限られる。例えば、天群 CCC の場合を除いて、 p イコール1と p イコール5の成分はゼロになる。一般に多電子系の波動関数は複雑なので、雪道ハミルトニアンの行列要素を求めることは難しい。しかし、多電子系がラッセル、サンダーズ結合を満足しているときは、その波動関数を全角運動量 j とその磁気量子数 m で表現することができる。多摩テソルエンザン子法では、 行列要素は 3J 記号や 6J 記号を用いて表される。簡単な場合については解析的な表現がいろいろな量子力学の本に表として掲載されている。またこれらを数値的に求めるコンピュータプログラムを示しているものもある。3D 軌道が8面体対象の結晶状中にある場合の分裂を考える。結晶状の対象性によって どのような分裂が起こるのかを、シュレーディンガー方程式を解かないで予測するには、天群の規約表現を用いるのが便利である。一般に、波動関数は、フォーミュラ14と変数分離でき、三輪軌道の場合は次のような形をとる。まず天群、O の部分群である、天群、O について調べる。天群、O の対象操作は回転ばかりだが、変化するのは、 フォーミュラ16についての関数だけなのでフォーミュラ17だけ考えればよい。メートルの5つの値に対応する関数フォーミュラ17に回転対象操作を行う。このように5つの 3D 軌道を規定とする回転操作の表現行列を作ることができた。よってこの表現行列の指標はとなる。また一般に各運動量量指数が リットルの軌道の時の指標は次のように表されることが同様の方法からわかる。これらの軌道を規定とする点群 O のすべての回転操作 C、C、C の表現行列の指標は次のように求められる。これを簡約公式を用いて規約表現に分解すると従って点群 O は点群 O に対象子に i を加えてできるものであるから点群 O に対して得た結果に玉書きかを決めてやればよい。D 軌道はすべてゲラでであるので、よって5つの D 軌道は玉対象上の中では、縮体しているが、天群 O の場の中では、縮体が溶けて二重縮体の状態、E と三重縮体の状態、T に分裂する。上記の方法と同様にして、O、T、D 対象上における軌道の状態は、以下のように、 規約表現で表される。例えば、正八面体系の6範囲の金属錯体について考える。座標の原点に金属イオンを配置し、フォーミュラ22軸、フォーミュラ23軸、フォーミュラ24軸上に6個の範位子を正八面体系に配置する。これらの範位子の不電下が作る結晶状を計算すると、各軸上で大きくなる。そのため、 フォーミュラ2軌道のうち軸上に電子密度が大きくなる部分を持つフォーミュラ26よびフォーミュラ27の2つの軌道は結晶上の影響を他の3つの軌道より大きく受ける。すなわち、これら2つのフォーミュラ2軌道に電子が入ると廃止の不電化と反発するので他の3つの軌道に入る場合よりもエネルギーが高いことになる。このようにして、 正八面体系の六範囲の金属削体では、エネルギーの高い二つのフォーミュラに軌道とエネルギーの低い三つのフォーミュラに軌道に分裂する。スピン軌道相互作用と比べて結晶状が小さい場合を考える。このような弱い結晶状における多原子系の状態では、まず自由原子における状態が LS 結合によって分裂し、次にそれらの各状態が 結晶状という接度により分裂する。固有状態は、高記号、ガンマで表記する。これは、原子の高記号と違って、固有状態の規約表現、ガンマを用いる。つまり、原子の周囲の天体症状から影響を受けるのは、軌道に関する固有状態であって、スピンには影響がない。結晶状が、スピン軌道相互作用と比べてずっと大きい場合を、 考える。このような強い結晶状の場合は、LS 結合に比べて結晶状の効果が大きい。結晶状理論は、フォーミュラ2軌道の分裂の様式を正しく説明することができるが、その分裂の大きさについては説明できない。結晶状理論からは、同じ仮数の影4であれば、同じ分裂の大きさになるという結論になるが、実際には分裂の大きさは、 同じ価数であっても肺子の種類に依存し IBRCLF のようになることが知られている分光科学系列。また、中性の一酸化炭素を肺子とする作体でフォーミュラに軌道分裂が大きくなることも説明できない。分裂の大きさを正しく計算するには分子軌道を考慮した肺子上理論によることが必要である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。